オーストラリア大陸を西から東へ。オーストラリア最大にして最古の歴史を誇る都市シドニーに到着した笹川会長を、カレン元将軍とドクター・ミラー氏がホテルに表敬訪問され会談されました。カレン元将軍は以前世界は一つという団体に所属しており、笹川会長の世界は一家、人類皆敬亭姉妹と同じ考えで、現在も世界平和のため活動しています。会談の後、シドニー郊外にあるシドニー大学カンバーランドカレッジ保健科学学部を視察されました。このカンバーランドカレッジ保健科学学部では近代的な設備のもと、3000人の学生が体の組織から栄養学まで健康に関するあらゆることを学んでいます。入国、ニューサウスウェールズ州州議会にニック・グライナー州首相を表敬訪問されました。先代会長にお目にかからせていただきましたのは2年前なんですけれども、それ以来全然お変わりなくて、今回はあの会長、昨日はね、70カ国で1000人からお集まりになった。それでね、これ地球をきれいにし、人間をね、健康で長生きをしてもらわないか、それでやってきた。I think you just looked at the ashtray and you immediately got a cough. 会長申し訳ございません。ちゃんと灰皿を片付けておかなかったので会長お席が出た。いや風邪ひいてね、強引にやってきた。大事な会議だったんで。